お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、見ての通り展開に到達しましたというところで、そうですね、今6500まで行きましてね、展開行って、マルチねちょっとやりたかったんでやって、そのまま勢いよく6500まで行けたって形で、今グローバル84位っていうところでですね、そのリプレイをですね、見ていこうかなと思います。で、最終はこちらのマジアチャロイフグデッキですねを使って、上げたんですけど、僕昨日が6000ぐらいいたんですよ。で、6000ぐらいから6300ぐらいまでは多分これですね、このロイジャイドラドラディガーを使って、63ぐらいまで上げて、そっから63ぐらいからちょっと曲げて、で、そっからですね、65までは今こちらのですね、ロイフグマジアチャデッキを使って、来たんでね、こちらのリプレイをですね、この辺が王様とかもげて、有名、結構有名プレイヤーですね。ここら辺がやばいんですよ。ユイヒーローに、これはゲームウィズ所属のプロゲーマー。で、これトレーナー兼がブレインスポーツのプロゲーマーで、シュン君ですね、ゲームウィズのプロゲーマーって感じで、プロバックですね。超絶プロバックで、このウェン・アイ・サムとかも、海外のめちゃくちゃうまいプロで、やばいですね。この辺30種も使ったりしつつ、これがロイジャイですね。っていうのでやってきて、どの辺だ、こっからっすね。こっからで、どのリップを見ていこうかっていうので、何がいいんだろうな。迫撃良さそうっすね。っていうところで、ちょい迫撃を見ていって、どんなんだったかな、この試合。2倍で。ちょっといろいろ見たいんでね。いろいろ見てもらいたいんで。っていうところで、さあこれが展開をかけた1個前の戦いですかね。さあで、序盤はね、まだ相手の出来分かんないね。ここで分かりましてね。でもめちゃくちゃ序盤から攻めてますね、僕が。あれ、これで終わったのか。よく分かんないですね、これは。しゃあないで、これがシュン君ですね。もうシュン君がまさかの、これもう、本当に、やばくないですか？はじめ何のデッキと思って、これやってたんですけど、まさかのペッカロイジャイですね。ペッカロイジャイ。これで今、多分、6565とか、もうグロ30とかまで、ペッカロイジャイいってるんで、やばいですね。普通に。デッキがやばい。しかも、これで勝てるのもやばいですね。っていうところで、負け試合なんですけどね、これは。ちょっと見てほしいかなというところで、これも2倍でいいな、それは。はい。で、そう、YouTube のリプレイ解説って、その、1倍でいいのか2倍でいいのかっていうのをすごい悩むんですよね。意外と1倍でやっぱゆっくり見たいのか、それとも2倍でたくさんいろいろ見たいのかっていうので、ちょっとわかんないんで、その辺、ちょっとね、一言ぐらいコメントで書いてもらえると助かりますね。っていうので、もう前半結構押してたんですけどね、結構リードしてる感じでやってて、ペッカ来て、ペッカデッカって思いつつ、ね、こんな感じでやって、苦しい。で、ここでロイジャイ来て、なるほどね、となって、このまま、結構、ペースを握られて、一気に持ってかれましたね。よいしょ。疑惑ペッカが、ちょいと入りいいので、このファイブをね、その瞬間持ってるんで、やっぱ、ロイフグを飛ばしにくいっていうのがあって、今のはもう、動作にね、ロイフグを僕が出したのが良くなくて、もうあれは全部カウンターになってみたいな。ところで、ボコボコにされましたね。で、やっと勝ち試合をですね、見ていきたい。で、これは、相手ペッカ工場の最近のね、よくあるテンプレデッキですね。なんで相性いいです。めちゃくちゃ相性いいんですよ、これ。相手のペッカが、デッキ、このロイフグがしんどいんで、本当に、マジでめちゃくちゃ相性いい。マジの相性ゲーじゃねっていう試合なんですけど、ちょっと見てほしいですね。で、ここでエレキではまだ分かんなくて、
で、このガゴで、あ、もうペッカって分かりましたね。何でも攻めましたね。もう出だしから。攻めすぎやねっていうのなんですけど、まあまあまあ、相手のデッキが分かったんでね、そこで攻めていきます。で、しっかり防衛して、まあ、小嬢場はね、しっかり墓石で受けてあげて、もうこれで守れちゃうんでね。墓石とアウトローがめちゃくちゃ強い。で、これでもう相手も察して、グッドゲームですね。これもう、普通にロイホグをですね、固めて出すだけで相手はしんどいんでね。よいしょ。ジェリック咲いたんで、この瞬間に逆咲飛ばして、で、これだけでもう、今ので800ぐらい持っていくんでね、やばいっすね、本当に。マジで、ロイホグめっちゃ強いですね。で、もうこれはね、相手が後ろからペッカ組み立ててきたんで、これにはしっかりね、防衛していきます。だいたい相手はザップなんで、そのアウトローがめちゃくちゃきついんですよ。きついので、このアウトローをしっかり活かしてあげて、さらにね、このカウンターをきっちり決めていって、またアウトローでマジアチャ延命。っていったところで、まあ、このまま、あと590。そう、意外と相手のダメージ受けちゃってて、やばいやばいっていうところなんですけど、まあ、これがね、相手は止めれないので、まあ、このままフィニッシュといったところですね。よいしょ。で、次が、あ、これで、そうだ、シュン君に展開リーチで負けて、次勝って、で、ここですね、このロイジャイに、勝ったんだ。で、展開に行ったんですけど、この相手のデッキもやばい。これやばくて、めちゃくちゃいい試合だったんですよ、これ。でもマジで、残り延長30秒とかぐらいまで、もつれ込んだ試合で、そう、この相手のファイスピがね、このロイホグをまとめて出せないっていうので、しかもボーラーも入っててしんどくて、しかもスケルトン部隊みたいなところで結構苦しい展開にはなりましたね。そう、相手のデッキもやばいですよね。よいしょ。で、ただな、全然解説してないや。とりあえずまあ、ゴーストとかは適当に単品で出して、なんだろうな。まあ、相手のデッキによってやっぱ立ち回りがすごい変わってくるんですけど、その、なんだろうな。結構セパレートで攻めることもありますし、僕結構固め出し好きなんですよ、ロイホグ。その固め出しして一気に削りに行くんですけど、難しいな。まあ、ゴーストはとりあえず出しとけばいいですね、本当に。それだけで相手は何か絶対防衛さかないといけないので、まあ、それに対して、まあ、アウトローだったり、こう、メガゴでね、しっかり守って、そのままカウンター、やっていく感じなんですけど、そう、とりあえず困ったら、ゴーストとかアウトローね、こう、後ろに、から出しておけばいいです。で、まあ、とりあえず、様子見ですね。なんで、これロイジャイ警戒のアウトローで、これマジで、相手がうまいっすね、これ。とりあえずゴースト。とりあえずゴーストは、もう端前でも後ろでもいいから流す。で、アウトローは、もうすることなかったら後ろで全然いいんですけど、これは今のは、そう、相手が、ウッドないって分かってたので、もしくはね、ロイジャイ警戒で出してあげつつですね。で、このマジアチャとかを、こういうところに出してやるんですけど、こういうのはできるだけ延命したいですね。なんで、これも延命したかったんですけど、まあ、処理されてしまうっていうところで、まだ残り1分で、相手がもうずっと引きこもって勝てなかったんですよ。ロイフグ出しても、スケルトン部隊やって、ファイスピアって、インフェルノタワーあって、ボーラーあってみたいな感じで、どのタイミングで飛ばしても無理だったんですけど、今のですね、ちょっと巻き戻すの大変だな。今のは、よし、フルで飛ばそう。相手のインフィルのタワーが来るだろうなっていうところで、なんかでインフィルのタワーを使わせたんですよ。で、インフィルのタワーがなかったら、相手、まあ、ファイスピか、ガゴムルか、スケルトン部隊か、ボーラーなんですけど、多分ちょうどボーラーを割いた後で、インフィルのタワー、早く、もう説明がね、
難しい。はい、ちょっとね、まあまあまあ、ここはね、公開でに行って、なんで、そう、サイクルをワンテンポずらしましたね。こう毎回こうやってインフェルノタワーとか、ボーラとかで防衛されてたんですけど、そこをね、最後、まあ、どう崩したかっていうのを、まあ、しっかりね、見てほしいなと思います。そう、ファイブ削りに行くと、こうやって結構ロイジェイガゴムルとかで押されちゃうんでね、あんま攻めれなくてっていうので、もうそれかな。さあ、スケルトン部隊も今強いですね。多分この辺ですね、この辺だ。はい、よいしょ。でここは今相手がボーラー咲いたでインフェ咲いた、アキラも回ってますね。多分この辺からですね、大事。1倍めっちゃ遅いですね、4倍とかで見てると。これまあ守るじゃないですか。でここでアウトロー出して、多分なんかを探したかったんですよね、ユニット。はい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 。でここでロイフグを飛ばしつつと、そうインフェルノタワーが来ると分かってたんですよ。だから1回ゴーストで待って、でロリババで壊してからのこれで、もう来るのがガゴムレかファイスピなんで、そこでファイヤーボール打ってあげて、で相手は、まあ、諦めた感じかなっていうので、そうですね、ワンテンポ相手がインフルエンターが置くっていうのをワンテンポ分かってたのでね、待ちましたねっていうので、まあこうやって展開到達で、次引き分けて、でユイヒーローですね。そう、これもまあ2倍で、まあこれも相手がラバって分かってての立ち回りですね。で相手の初手がこれ事故ってたみたいで、これはまあラッキーですね。まあ、初っぱなからファイバー防衛で、そう、ファイバーをね、使ってくれていいんでね、全然。そのために相手固め出ししての、ロイフグですね。ファイバー使ってくださいの。そう、初めにファイアボール使わせることによって、このアウトローだったり、このマジアチャがね、相手だんだんしんどくなってくるんで、そういった面で、どんどん固め出ししてっていうので、今はね、相手マジアチャにファイアボール打ったので、もうロイフグ固め出しして、一気に攻めます。はい。なんで、アウトローとかマジアチャ出しつつ、相手がファイアーボール打ったら、まあ、ロイフが固め出しするんですけど、まあ、相手がファイアースピリットとかを持っている場合は、まあ、セパレートでやってもいいですし、まあ、セパレートですかね。あと取られちゃうんで。で、これはですね、相手ラバル。で、ラバルの形作られたら結構、防衛するのしんどいんでね、もう攻めます。もう2-1で勝つプランですね。でもしっかり形作ってきて、うまくて、結構危ない、マジでギリギリだったんですけど、もう攻めるしかないんでね、こっちは攻めて相手にコスト使わせて、このねラバーとかを楽に処理するのがまあ目的なんでね。よいしょ、アウトローが強いですね。このバルーンを墓石で釣ろうとしたらミスってやばくて一発入っちゃったんですけど、まあ、このロイホグがね結局強いっていうのでね、このまま終わりですねって感じかな。でアリフも同じような感じで、このモゲはですね、ジャイでめちゃくちゃ有名ですね。もうジャイのプレイヤーみたいな感じですね。デッキはまあジャイっていうのは分かってて、まああと何か分からなかったんですけど、あのでここでね相手がもう攻めすぎたんですよ、メガゴガゴのっていうので、最近ねテンプレというのが分かって、もうね相手の攻めすぎですね。でこっからはい守って終わりですね。もう立ち回りとか全然解説してないんですけど、まあ、ラストですね。基本的にはまあ防衛からのカウンターの方がロイフグ使いやすいんですけど、マルチってね、なんか意外と違うんですよね。相手のデッキとかがやっぱ分かるんで、すぐ。そういったところで立ち回りがすごい変わるんですよ。ここも、もう僕王様のデッキ分かってるんで、これ絶対ガゴムレ来ると思ってファイアボール打って、外しちゃったんですけど、っていうもう立ち回りなんで、さすがに何も分からないのにあそこにファイアボールとか打つと、やばいですね。一気にフルカウンターとか受けてやられちゃうんで、そう、マルチの解説ってなんか、あれなんですよね、本当に。デッキを知ってるからこその、立ち回りになっちゃうから、なんだろうな。
そんなにためにならないみたいなところはありますね。まあ、ここは相手は捨ててエリクサーボンブ置くっていうの判断めちゃくちゃいいですね。まあとりあえずゴーストを出してアウトローセパして、でカウンターでそのままロイフグセパしてみたいなことをしとけば、まあ基本は勝てますね。なんでなんだろうな、あとはマジアチャの延命とかですかね。このロイホグの、うん、ロリババの使い方なんですけど、結構端前でマジアチャが単体でなんかとことこ歩いて行ったりするのとかも、そのロイホグをね、ロイホグじゃないロリババ出してあげることによって、相手結構コスト使わなくなったり、使わないといけなくなったりするので、結構ロリババの、まあ、使い方とかも大事かなっていうのはありますね。これはもう相手のデッキがジャイ三重視デッキって分かってたの立ち回りで、結構苦しいっていうか、まあ相性めちゃくちゃいいんですけど、相手がうまいんですよね。ここでガゴムレ来ると思って、まあこれ読みのマジアチ出したら相手がジャイ受けでうまいですね。でここまあガゴムレ来ると思ったのでファイブ構えて、よいしょ。でこれも相手ギャングかコウモリしかないんで、でコウモリ咲いたからギャングしかないんですよ。でもう攻めてあげて、でこのままマジアチがね、この延命したマジアチャが、まあ、このまま無双ですね。で、こういう感じになるんで、まあ、マジアチャの延命が意外と大事なんですけど、延命を調子乗ってしすぎると、なんか一気に持ってかれます。なんで、まあ、延命するのは大事なんですけど、まあ、無理にはしないっていうのが、まあ、大事かなと思いますね。まあ、僕結構、シャシャってマジアチャ延命しすぎちゃう人なんで、意外と良くないんですけど、すごい延命大事です。でもしすぎるのも良くないです。これやばいんですよね。これ。もう、あと700と自利品で、やばい。一発殴られたら負けっていうので、残り14。相手も攻めてきて、このマジアチャがうまーく守られて、やばい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 っていうところなんですけど、結局ね、まあ、最後はロイホグで、なんとかフィニッシュっていうので、こんな感じですね。まあ、相手はめちゃくちゃうまいですね。っていうので、6号到達リプでした。はい、まあ、全然説明してないですけど、まあ、うん。とりあえず、ゴースト流す。で、まあ、アウトローセパとかしつつ、まあ、ロイフグセパレートでもいいですし、相手がペッカだったら、僕は結構あれですね、固め出しとかしていきますね。で、確信がある場合は、なんかその攻めファイブとかしていいですし、相手がこれ来るなみたいな、まあそうですね。あとはマジアチャの延命をできると思ってできそうならする。でもやりすぎると良くないんでもうそこは、はい、気をつけてくださいっていうので、まあ、こちらのねマジアチャデッキ結構強い、はいっぽいので、ぜひ使ってみてくださいっていうことで終わります。よければチャンネル登録の方よろしくお願いします。あと今日2本目もね上がるので、ぜひそちらも見てください。ではバイバイ。